姫踊り子草はヨーロッパ原産の越年草。道端や庭などによく生えている。また、北、アメリカや東アジアにも帰化している。ヨーロッパを原産地とする。原生地以外でも道端や空地、畑などのありふれた雑草として知られ、北、アメリカでは地域によっては侵入植物種として扱われる。日本では明治時代中期に帰化した外来種で、 主に本州を中心に分布する。茎は短い毛を持つ。根元で枝分かれし、草丈は1 0トルから2 5トルまでに3 0トル程度に達する。葉は耐性し、長さ1、2トルの葉平を持つ。葉心は、長さ2から4トル程度の卵円形で、円は鈍い巨子を持つ。葉脈は網目状でくぼみ。 全体にシワがあるように見える。上部では暗視色を帯びる。葉を揉むと悪臭がある。花は日本の関東地方では3月から5月にかけて開花する。明るい赤紫色の神経花で、上唇辺は兜の形で、下唇肩先が二列し赤い斑点があり、上部の葉の脇から外側に向かって開き、上から見ると放射状に並ぶ。温暖な地域では、 年間を通じて開花し、他の花が少ない時期には蜜蜂にとっては重要な蜜の供給源となる。しばしば仏の座と共に生えており、葉と花の色が似ているが、上部の葉の色づくこと、葉の先端が尖るほか上部の葉も傭兵を持つことで容易に見分けはつく。花がない時には外観的にイラクサ類と似ているが、分類上はかけ離れており、刺しもない。 このため英語ではデドネトルと呼ばれる。中国、朝鮮半島から日本に分布する踊り子僧の同族であるが、背丈、葉や花の大きさとも半分以下で小さいため、姫の名を冠して呼ばれる。花女が感情に並ぶ様子を踊り子が並んで踊る様に例えて名付けられたものとされるが、踊り子僧では花の段の間が広いのに対して、姫踊り子僧は、 互いに接近してつくため、見かけの印象はかなり異なる。また、近縁に、キレハヒメオドリコソウがあり、日本でも1990年代以降に帰化が確認されている。ちなみに突然変異などで、花の色が白くなったヒメオドリコソウを、白花ヒメオドリコソウと呼び、ヒメオドリコソウと区別することもある。ありがとうございます。